マイク・バーティラさんよろしくお願いします。カブ君こんばんは。ウクライナへの支援、20兆円、まさか1年でじゃないでしょう。日本の国家予算は100兆円。20兆円あれば立派な防災整備でしょうかね。防災整備ができるけどな。今、ウクライナのロシア占領地域では子どもたちが連れ去られ、ロシアで思想教育のようなものをされて、 ウクライナ語は使用禁止、ロシア語使用の強制など、子供たちの頭からウクライナを消し去ろうとしています。これは民族浄化の立派な戦争犯罪です。さて、久々に歴史解説をします。興味のない方はパスしてください。うん。えっと、前回まではドイツ軍がベルギーに侵攻して、モンスやシャルルドアでフランス軍と戦闘を始めるところまで、国境の戦いと呼ばれています。 当時、ベルギー国境はほとんど無防備な状態で、そこを守る英国大陸派遣軍とフランス軍は、ドイツ軍にはるかに劣勢,に劣勢で退去を強いられています。フランス軍総司令部は、1870年の不仏戦争で、プロイセンに取られたアルザス・ロレーヌ地方の奪還を悲願,して悲願にしており、主力はドイツ国境沿いに配備されていた。 英国大陸派遣軍と現地のフランス軍の悲痛な救援要請にもかかわらず、フランス軍総司令部は当初の作戦計画にこだわりますが、ドイツ軍はフランス国境を突破して北東フランスに侵攻を開始します。こ国に至ってもフランス軍総司令部はあくまでも当初の作戦にこだわり続けますが、 北東フランスは次々とドイツ軍の占領下に入り、国土の6分の1と鉄鋼や炭鉱などの主要産業地帯に奪われてしまいます。ここでもベルギーで行ったような一般市民への処刑などが行われました。また歴史的建造物なども大損害を受けて、ランスの大聖堂などもドイツ軍の砲撃により瓦礫の山と化しました。うん やがて北東フランスからの避難民が続々とパリに流入して始め、初めてフランス政府と総司令部は、駅的状況に陥りつつあることに気づきます。パリ自体の防衛体制は全く整っておらず、フランス政府は驚愕し、引退をしていた老将軍ですね、老,老将軍を呼び出し、戻し、パリ防衛司令官とします。この老将軍は、 えー、総司令官の昔の上司でもあったため、風通戦争のときのように、えー、ドイツ軍がパリに侵攻をしたら守りきれないことは十分承知しており、えー、パリ郊外でドイツ軍を迎え撃つ作戦のため、えー、総司令官に対し、元の上司のときのように、ドイツ国境から部隊を引き抜いて、えー、迫,迫,りある迫りつつあるドイツ軍を迎え撃つ、えー、体制を取らせます。 また、政府首脳がドイツ軍の捕虜になってしまわないように、えー、政府首脳をボルドーに避難させます。万が一に、えー、備えて、えー、パリ市民の歴史的建造物のポンヌフなどの 橋には、えー、爆,破爆破する準備が進められました。ロ、えーソ軍はパリを失うことはフランス国民にとって重大な心理的影響があることを十分に分かっていました。えー、この時のドイツ軍の作戦計画はベルギーから侵攻し男性に弧を描くようにし、えー、旋回させ、えー、パリの西方と東方を、えー、通ってドイツ国境にいるフランス軍を 背後から包囲するというものでした。これはドイツの先代参謀総長の名をとり、シュリー・フェンプランと呼ばれていました。この作戦の重要なところは、フランスに侵入する部隊に最大限の兵力を集中して、6週間で決着をつける短期決戦でしたが、ドイツ軍にも誤算が生じます。うん。ロシア軍が予想よりも早く動員し、東部ドイツに進行していったため、 本来はフランス攻撃用の部隊を東部接戦に使わざるを得なくなった。ベルギーでの市民の抵抗が想定よりも激しくて、補給線維持に兵力を貸さずを得なくなった。うん、で、ベルギー国内の鉄道は破壊されて、補給が滞りがちになった。特にフランス国内、深く侵攻すればするほど補給線が伸び戦線、前線への補給が困難になった。 うん、以上より、ドイツ軍はパリ西方への侵攻を断念しえ、パリ東方を通っての侵攻に変更せざるを得なくなった。えー、そしてこれがその後の戦況に影響します。長、うん、く,くなったので、えー、続きは次回に、いよいよ独仏両軍のガチンコ勝負が始まります、はい。ありがとうございます。なんか、すごいですね。でも、ベルギーの、あれですね、市民の抵抗が想定より激しかったんですね。うん ねあのー、この市民の抵抗っていうのは、やっぱりいろんな武器とかを使うんでしょうかねあの、うん。なかなかドイツもうまくいってなかったということなんでしょうかね、やっぱり。うん、はい、ということのようですよ。うん はい、えらかでさん、よろしくお願いします。島村城さんのコメントにて、駅下内閣の現状と問題点について解説をされていたんで、私からも少し話題を追加です。駅下内閣が変える問題点でもう一つ忘れてはいけないのは、マイナ保険証の件です。うん。相次ぐトラブル発生で国民の疑念は深まる一方です。来年10月に予定通り健康保険証を廃止することにこだわっていますが、えー、ここに来て、 廃止時期の延期について検討されていることが判明しました。うん。またどうなるかわかんない部分も多いんですが、今の状況を見ると延期せざるを得ないと思っています。そもそもマイナンバーカードはもともと反対意見が多かったこともあり、さらに不信感が深まった形です。マイナンバーカードを返納した方もいるくらい不信感がある状況です。うん。 で、岸田内閣は G7 の時には一時的に支持率が急上昇した時期がありますが、それはほんの一時のことで、現在は低い支持率です。うん。それと、ウクラナ支援に関してですが、これに関しては西側諸国の一員である以上、ある程度のことはする必要があり、さすがにガン無視することはできないと思います。ただし、国内問題をおろそかにすることは絶対に許されません。 はいでこですね、20兆円っていうのは結構なんかすごいなと思うんですけども。うん。まあでも日本のことをしっかりやった上でっていうねことかと思うんですよね。うん。はい。で、ちなみにあの、このマイナンバーカードの僕の知識なんですけど、あの、これっていわゆる身分証明書的なものっていいんでしょうかね、絶対ね。あの、ちょっとあの、いまいちそのマイナンバーカードの あの、まあ、その、それ身分証明書なんでしょうかね。実はね、ベルギーとかには、あの、ま、その身分証明書とか ID カードって言って、まあ、おそらく日本でいうところでマイナンバーカードみたいなのもあるんですよ。で、これが一つあることによって、やっぱり、あの、その、なんていうのかな。やっぱり、こう、行政だったりとかで、まあ、それを使って、身分を確認したりとかすることがほとんどですので、だから、こう、マイナンバーカード一つあるだけで、いろいろその便利になることって多い気もするんですけど、あの、なので、 個人的には、こういうカードは一つあった方が、これまだ免許書とかですよね。うん。で、身分証の確認をしていたかと思うんですけど、マイナンバーカード一つあるだけで、なんか便利なのかなって思ってたんですけど、なんかいろんな、あの、不信感とか、まあ、その、あまり、あの、反対意見とかも結構多いんですよね。うん。で、なんかその、安全性とかでしょうかね、やっぱりね。 うんなんかその、何だっけな、個人情報が他に割れやすかったりとか、うん、っていうことがあるかと思うんですけども、マイナンバーカードと、いわゆる、まあ、身分証明書の違いとか、あるいは同じなのかどうかとかについても気になるし、まあ、それからマイナンバーカードの名前が変わるっていう話もなんかあったと思うんですけどもね、これは、えっと、結構多くの人が反対にしてるっていう感じなんですかね。今にちょっとわかんないんですがね。なんか、僕はなんか、 一枚なんかあるだけで便利なのかなっていう気もしたので、ちょっとなんか、これについては、うん、その反対する、本当の反対理由っていうところが気になりますね。うん。結構、手続きが多いから面倒くさいということがあるんですかね。うん。いまいちね、マイナンバーカードのその不便性っていうのはちょっとわかんないんですけどね。うん。はい。えー、さらかえさん、もう一答です。山梨県北杜市の事例は悪しき事例であり、 他の地域は決して真似しないようにするべきですね。あ、これ確か昨日読みましたよね。確かね。そんな気がします。うん。こちらですが、こちらのコメントは読めないかな。えっ、ー、と、この度前の旅の話題で、今回は新幹線関連の話題になります。今回は東海道、山陽新幹線に関する話題です。マニアックな話になります。 東海道山陽新幹線で運用されている車両のうち、j r 東海が所有する車両の自動放送の際に流れる車内チャイムが2003年から t o k o のアンビシャスジャパンが使用されてき,てきましたが、今月21日から使用局がですね、UA の i 2 i に使用局が変更されました。使用局の変更は、 今年2月に JR 東海から予告されていました。今回の旅では往復とも新幹線を利用し、東京と岡山間の移動では往復で東海道線、あと東海道、山陽新幹線に乗りましたが、往路は19日に、福路は24日に乗車したため、変更前と変更後の車内チャイム両方を聞くことができました。 20年間き慣れた車内チャイムを最後に聞き納めできてよかったと思います。皆さんはどちらの曲がお好みでしょうか株くんテレビの視聴者の方で、東海道新幹線沿線地域にお住まいの方も多いと思うので、この質問をしてみました。ちなみに JR 西日本所有の車両については、これまでと変わらず、引き続き山口桃江さんのいい日旅立ちが使用されています。 東海道・山陽新幹線に乗られた際に聞いた車内チャイムがどちらの曲がで JR 東海車輸の車両なのか JR 西日本車輸の車両なのか分かるようになっています、うん、とても便利ですねなんかそれ以外には列車の編成番号や JR マークのシールの種類でも判別ができます、うん、オレンジ色ならば JR 東海で青色ならば、ね、JR 西日本ですということなんですね。結構そういったところにもあの区別ができるんですね。結構やっぱり凝ってみないとなかなかね気づかない部分ではあるかと思うんですが、皆さんどっちが好きでしょうかね。あのちょっとね、あまり僕は聞いたことないんで、どっちが好きなのかっては言えないんですけども、あの、うん。なるほど。っていうことですよ、皆さん。うん。 はい、えーノイルさん、よろしくお願いします。えっとね、前半のコメントは後で紹介するとしてですね、中盤、あ、前、前半のあたりのところから。さて、気分を変えて、楊さんからのリクエストのあった、ロンドンとの幽霊、アンブリンについてのお話を。ヘンリー8世はとにかく女へ、女癖が悪くて、将り6人の大きい これ、寝取ってるっていう子ですかね。なんか、そんな感じですね。寝ています。で、最初からキャサリン・オブ・アラゴン。家系まで小生に書くと長くなるので、6人ともに省略します。許容もあり、許容もあり、資料部解雇の王旗の即位中に、アンブリンに目をつけて、ローマ法王より離婚はならんと言われたことで,ですね、勝手に英語、国教会を創立し離婚。うん。簡単にはびなかった、あの簡単にはびはな,なかった、 たえー、アン・ブリンに頻繁にラブレターを送り、晴れて結婚。アンは後のエリザベス一世を生んでいますが、不だとなり、えー、ヘンリー八世は劣ちの不定罪でロンドン島へ、えー、アワーグリーンで斬死されました、うん。ロンドン島で首のない幽霊として、しばしば目撃されているのがアンですお。そして同じく処刑された5人目の妻まで話を飛ばします。えー、5人目は あのキャサリン・ハワード19歳19歳なんですね若いですねヘンリー8世49歳で迎えた妻でしたなるほどキャサリンは奔放な性格で不定をでっち上げられた案とは違い本当に不定を重ねて結婚2年後に処刑されてしまいましたそんな早く処刑されるんですねキャサリンの幽霊はハンプトンコート宮殿に現れるそうです ヘンリー八世は政治的手腕はあり、弱小国だった英国を大国とする、ちょっとこれ、何でしょうかね、を作っていた、うん。いにしえかな、を作っていた王とはいえ、あの、二人のえ妻を処刑する極悪非道な王としても有名になっています。石杖でしょう石杖かな石杖ですかね。うん。そして私が大好きなのは、この後に英国初の女王となったレディ・ジェーン・グレイです。うん。 病床になったヘンリー6世に、ノーサン、ノーンバランド公が彼女を女王にする直令を、を出させ、えー、ヘンリー8世の死後、レディ・ジェン・グレイは女王となりました、うん。ただ彼女が女王であったのは、たった9日間で <laughs>、ヘンリー8世が、の、長女メアリーが即位を宣言したため、メアリーに乗りらえられて、ロンドン島に遊兵されて、あと、 斬視されました。結局されるんですね。去年16歳。16歳どういうことだ、えー、勢力争いに巻き込まれた悲劇の女王です、えー。9日間しか女王ではなかったため、女王とは呼ばれず、レディーとなっています。 面白い、面白いってそういうことだったんですね。レディえっ、ー、と彼女を女王と認めない学者もいますが、イギリス王室はジェ o d ルーダー長ルーーダ長第四代として公式に歴代君歴代君主の一人としています。千八百三十三年にポール・ロダ・ローシュによる D.D.J.N. ン・グレイの処刑という絵画が ナショナルデラリーに展示されています。痛ましくも美しいだと私は思っています。なんかまた異様に長くなってしまいました。ごめんなさい。面白いですね、でもあの忘れていました。アンブリンの右手指が6本あったと書かれているものもありますが、彼女を嫌う針よるえ王国を、 あ国王を欺いた魔女的なイメージを持た,れ持たせようとした悪質なデマだそうです。ネットで訂正をされていない記事も散見されますが、案は多子症ではありませんでした。え、多子症豊臣秀吉も指が6本の多象であったとの資料が残っていますが、決定打には書けるようですということですね。え、豊臣秀吉って6本あの指があったっていうふうに一応言われてるんですね。 指が6本あるっていう方って、これはあの実際にあるんでしょうかね。多指症ってなるんですね。なるほど。いろいろびっくりなんですけども、ちょっとこのなんか16歳とか19歳とかで、浮気不倫が原因とかで、なんか、あれなんですかね、なんか処刑とかっていうのは昔からいっぱいあった,あのあったんですね。うん。さすがに、ちょっとなんか、ひどいなっていう気がするんですけど、昔はやりたい方でだった、あの、やりたい方でだったんでしょうね。 でも、王は、王はあの別に不倫とかしても処刑されないんですかね。多分。うん、不公平な気がしますね。うんまあ、昔は不公平なことだらけだったと思うんで。うはい。 レモンミカんさん、よろしくお願いします。久しぶりに、ひずいさん、明るいニュースチャンネルさんが、メタンハイドレートのことをアップされました。皆さん、もうすぐですよ。採算が合わず、父として進まなかったが、この10年で、技術革新が急に進み、遠くない未来に少量利用できます。うん。2027年から30年くらいの予測。以前から日本、 カナダド、ドイツ、アメリカ、インドの共同研究もされています。日本近海のメタンハイドレートは官民一体で諦めずに推し進められています。石油資源開発株、密輸造船株、清水建設株シェルジャパン、シェルジャパン株、三菱商事株、三菱重工業株、太陽工業株、日本三国屋株、 海上交番、航空技術国権、学校法人日本大学鳥取大、新潟大、九州大、東京海洋大などなど、うん、と配信をされていました。うん。日本崩壊とか不安な動画や発信がであおりますが、皆さん不安や恐怖が好きだから、うん。見ないと次世代に希望ある内容でした。メタルハイドレードは、 あの、日本列島近海に世界一たくさんあります。あとはカナダ、アラスカ、アメリカの海岸線のあちこち、インドネシアにも結構ある。インドの海岸線にえ、あの、いくつか北欧のスカンジナビア半島の北の海が多い。他にもぼちぼち。うん。発信してもいいことは私たちに知らせてくれると思います。やった少しホッとしています。株空長くなり、ごめんなさい。え、おばばば、嬉しい。うん。 ね、あの、この、えっ、ー、と、なんだっけ、メタンハイドレートって、あの、どういうものに使われるんでしょうかね。僕も聞いたことはあるんですけどもね。うん。これが、まあ、これからの資源として、結構、あのね、あの、注目されていると思うんですけども、これがやっぱり重要な資源として、まあ、これから使われていくっていうことなんでしょうかね。うん。これって海の底にあるという、海の底にあるんでしょうかね。うん。 はい。ということなんで、これがどういう用途で使われているかっていうことで、うん。でも、こういった会社たちっていうのは、これから、ね、あの、株価上がっていくんでしょうかね。なんかそ、そういったとこも気になりましたね。うん。抗原抗量っていう会社も確かあった気がするんですけどもね。なんか、うん。はい。ということです。メタンハイドレート。これはどういう用途に使われるのか気になりますね。うん。 ゆうのややさん、どうもです。かぶさん、今年の7月の記録的な猛暑は、数百年、数千年ぶりだった可能性があるらしいですよ。なぜか言ってましたよ。うん。でも、毎年暑い気がしますね。かぶさん、今日はもう7月最後の日曜日ですよ。確かに。今年もあ、あと5ヶ月で終わりますね。早いですね。いや、本当ですね。なんか、あのー、本当に加速してますね。なんか、生きていくたびにね。そんな気がしますよ。うん。 本当にこの7月は、でも7月ってまだ梅雨がまだ半ばまで続いたりすると思うんで日本の場合は。だからね、本格的な暑さっていうのは8月からのはずでしたが、日本は本当に、もうずっと暑いしか言ってないですね。寒いって言ってることは本当に1割以下だった気がするんですよね。うん。本当にやばい気がしますけども、あの、すいません。僕は共感できないんですよ。もう今日も寒くて、しかも来週からですね。 15度に届くのはやっとっていう日があるらしいですね。うん。ありえないですね。本当に。本当にありえない霊感になってます。霊感なのかなうん。はい。はい、えー。藤原真子さん、よろしくお願いします。カブ君お疲れ様です。人は言葉一つで幸福にも不幸にもなってしまいますね。えー、世良会さんのおっしゃる通り、かぶくは誰の話にも聞く耳を持っていて、誠実であると思います。 ただ、そのことで無理をしないでくださいね。たまにちんぷんかんぷんになり、えー、周りに何てかおっしゃってましたが、えー、コメントとコントしてるようになるけれど、そこがまたカムクンらしくて面白くて、吹き出してしまうことがありますよ。うん。本当に面白いです。うまこの心を柔らかくしてくれますよ。ありがとう。ただいま8時30分をお知らせします。えー、本日1回目、計105回目、ハニュー・ユズルギフトを行ってきます。うん。今日は、 えー、午後からのお仕事なんで、えー、午前中はゆっくりできます。嬉しい。ルンルン。少しの時間がちょうどいい。うん。えー、かく毎日。ありがとう。またね。この少しの時間がちょうどいいってすごいわかりますね。なんかちょうどいい時に、あの時間ってなんかありますよね。うん。鐘が鳴ってますけどね、今ね。うん。まあ確かに人は言葉一つで幸福にも不幸にもなってしまいますね。その言葉が本当に あの、時には災いとなってですね、大きな事件に発展したりすることだってあるんですよね。本当にあれ、あの、1秒以内の言葉であっても、その言葉が発端で、あの、本当に、えー、なんか信じられない事件とかになっちゃうことも全然あるので、本当ね、災いのもとになることがありますね。一方で、幸せになることもあるので、本当に言葉って大事だなって思いますよち。ちょっとした勘違いとかでもね、うん、波及していくことがありますからね。 うん、ヨウさん、よろしくお願いします。カブくん、おはようございます。本日、朝よりも25度です。曇り空、また30度オーバーの予想。うん。えー、うわ、えっ、ー、と、裏の花のぐ、えー、ったりしています。水まきをして、さっくり片付けたら、お風呂、お風呂カラオケタイムに突入します。えー、カブくんも皆さんも穏やかな一日でありますように。カム目のバトル、強烈ですね。うん。カラソリやばいかも、背ばねえ。 うん、あの海沿いはカラスいないんですよね。でカラス、こっちのね、カラスって、実はちょっと小ぶりで、優しいんですよね。ちょっと臆病で。うん、あのこちらは、日本でいうとこのカラスがカモメっぽい感じですかね。でも日本はカモメも多分襲ってくると思うんで、結構厄介なのかな。 でも、トンビもいますもんね、日本は。うん。ねえ、ということなんで、あの、昨日はでも、あの、ゴミ箱あさりまくってましたね。しかも、喧嘩してますよね、意地悪い、意地汚くね。うん。ね、なんか意地汚く喧嘩,喧嘩もしてますからね、顔見落としてね。うん。いやー、でも、北海道、暑いですね。30度超えオーバー、30度オーバー。うん。いやー、なんでなんだろう、一体。こっち、なんで寒いんだ。本当にわなゃわかんないですね。うん。 え田、ー、かれさん、おはようございます。今朝は晴れています。本日7月30日は、東北自動車道全線記念日です。うん。1986年のこの日に、青森県のイカリヶ崎インターチェンジから、とわだこインターチェンジが開通し、えー、埼玉県川口市と、えー、青森県の青森市を結ぶ、全長674キロの東北自動車道が全線開通しました。うん。えー、東日本の、えー、交通を伝える、 日本最長の高速道路です。カブさんに質問です。ベルギーで一番長い高速道路は、どことどこを結ぶ高速道路でしょうかそれと、自動車道、自動車免許の高速道、高速教習の時に、東北自動車道を走行をしたときましたが、どのあたりまで行きましたか予想最高気温は2、あ、35度です。うん。えっとね、ベルギーの高速道路って名前なんかあるんでしょうかね あの道路に名前は多分あるかと思うんですが高速道路に名前なんかあるのかな今あのふっとあの思いましたちょっと分かんないですね、まあ、多分オースタンドからリエージュには行けると思うんですよ、まあ、リエージュってその、まあ、ベルギーの橋 にあるんですけどもね。まあ、橋というかまあ、うん。まあ、だからまあ、どこにでも行ける気がするんですが、まあ、その、いわゆる、まあ、あの、ベルギーの高速って無料なんですよ。だから、あの、なんとかどうとかってあるのかなちょっとわかんないんですよね。ただね、まあ、無料なんですがボコボコですね。特にワロン地域。うん。えー、フラマンは綺麗に整備されているところが多いんですけども、あの、えっと、ワロンは、 えー、実は、あの、電灯すらないこともありますからね。つまり真っ暗。<laughs> やばいですよね。本当に。車のライトの光だけで走ることもあるので、本当危なかったりもするので、うん。ちょっと分かんないですね。どこが一番長いのかな。うん。はい。そして、えー、っと、実は、免許の時は、えー、っと、免許の時はね、どこまで行ったかな。高槻辺りまででしょうかね。ちょっと あ,のあんまり覚えてないですね。どっかの、えっと、サービスエリアまで行ったと思うんですけどね。高槻だったかなあ、岩槻かなじゃあ高槻だった気がしますね。なんとか槻っていうところまで行った気がします。うん えー、サラクラさん、お天気観測お疲れ様でした。えー、海で快適に遊ぶには、あと5度,5度から10度くらい欲しいですね、えー。カモメが大量に集まってきて騒がしいことになりましたね。えー、今回はゴミ,してゴミのポイ捨てが原因でしょうか。えー、食べ物を求めて人,人,人類なり戦いが繰り広げられているようですね。うん。まあ、多分、どっかから引っ張り出してきたんでしょうかね。あの あの辺りにレストランが、ね、あるんで、その後ろからのゴミ袋を漁ってきたんじゃないかなって思うんですよね。うん、本当、意識のなさがちょっとあるんですけどね、うん。で、海に関しては本当ですね、もう5度、10度欲しいし、それが寒い風なんですね。風によっては、まあ気温が20度あの25度くらいでも、まあ、寒いんですよね、うん。レモンみかんさん、よろしくお願いします。かぶくん、おはようございます。え神奈川県は、えー、相変わらず、 今日も34度、うん。湘南の海はギラギラに黒氷に焼けそう、うん。この暑い日本列島の夏を生き残っている植物たちは、なんて強いんでしょう。うん、珍種の森。タブノキやカシノキ、シノキなど、上緑樹の新緑樹の葉がふさふさで頼もしい、古代から咲き続けているの花々にも敬意を表します。 うん、カムクオースタンドの海と空、えー、のブルーが綺麗です。カムメたちが、えー、散らかした道路のゴミが生ゴミが不潔ですね。さすがにゴミにうるさいベルギー人は避けて歩いてますね、うん。日本のゴミ置き場ではカラスは生ゴミに道路を引っ張り出して散らかしますが、不潔気まりない、うん。薄暗い夜明けからは カラスはゴミ置き,置き場各地を巡回しています。カラスとの平成時代の格闘の結果、最近は街のカラスの個体数も減り、ゴミ問題も少なくはなってきています、うん。観光してお弁当を狙うトンビやグルメです。鳥、うん、の唐揚げやエビフライなどは大,大好きなんじゃないかしら。頭上3メートルくらいをホバリング旋回しておかずを取られています。 カラトンビ、カモミは盗賊団みたいですが、全くいなくなるのは寂しいから人間が気をつけるしかないですね。確かに、あの、いなくなったら寂しくなっちゃいますね。で、ふと思ったんですけど、あの、エビフライとかって普段は、あの、鳥食べてないですよね。でも多分、あの、こういった揚げ物とかを口にすることによって、肥満とかって出ないんでしょうか肥満太ること。だから、あの、トンビとかカモミも太ってきてるんでしょうかね。 あの、僕は、あの、こちらに住んでいるカモメがですね、やったらと太ってることに気づいたんですよ。で、それがね、普通のカモメよりは太ってる気がするんで、多分揚げ物を食べ過ぎなんじゃないかなって思うんですよね。で、こっちはフリットって言って、まあ、フライドポテトがいっぱいあるんですが、それをね、食べてるカモメがいっぱいいるんですよね。なので、それで肥満を起こしてるのかなって思うんですよ。だからカモメたちも生活習慣病になってるんですかね。あ、でも飛ぶからエネルギーになって出ていっちゃうんでしょうかね。 なんか、ふと気づきましたね。普段魚とか食べてるんで、あの、最近は揚げ物とか食べてると思うんで、結構健康状態悪いんじゃないかなっていう気もしますよ。うん。まあ、そんな気がしましたね。うん。で、植物たちはね、強いですね。でも、上緑地が多いということは、 えっと、やはりだんだん熱帯になってきてるっていうことですよね。まあ、虹林をほっとくと、そのうちね、白樫とかね、荒菓子とか生えてきて、えー、上緑樹になりますので、まあ、それもっとほっとくと、まあ、そういった木だらけになっちゃいますよね、やっぱりね。うん。で、上緑樹は、えー、光をしたりあの照ら,し照らしませんのであの、冬の植物はまず、あの、下の方がうまくいかないことがあるんですよね。なので、あのー、うん。はい。っていう感じです。 えーとマルニンさん、よろしくお願いします。カブ君、宇治スジが知れぬや、どこの馬の骨だかは人にとって恐怖なんだよね。宇治スジなるほど。ウジスからえ推測されるのは、苗字から出身地とか、あと家門からもね。うん。えっ、ー、と、ちょっと私の身の回りのことで言うとね、私は静岡県沼津市にルーツを持っているから、え静岡県で特筆すべき名字といったら、杉山ですね。 ああ、なるほど。杉山なんですね。静岡県の名字の順位は4位だから多いです。えー、だから昨今移住してきた人で杉山さんならもともと静岡県人だろうと思うわけで、ああ、そういうことなんですね。で、静岡県に長く住んでいる人でも、雨宮さんとか、望月さんとか、秋山さんならルーツは山梨県です。なるほど。というように、市から、宇治からわかることがある。 なるほどですね。え、家紋からは現実化平化が憶測されたりとか、ルーツが武士なら家が、家紋から分かるルーツもある。えー、うじすじが分からないから、いわゆるよそ者が来たら、そこの村の人にとっては、過去のデータが何も持っていないからとりあえず、えー、観察から始まる。うん。特に都会から来た人は、そこの、そこの人たちから見れば、明らかに生活されルが違うからね。あのね、田舎と都会では朝の起き、朝起きる時間や、 寝る時間も違うんだよ。なるほど。私のパートナーの義父は、山梨県のとある小さな町の出身だけど、戦後からは東京都立川市よりも少し北に行ったところで会社経営をしていた。ところが高度経済成長期に伴い、会社があった土地が宅地指定地に代わり、会社ごと移住することになった。50年くらい前だけど、義父が移住を決めたのが、山梨県の生まれ故郷の町だったのね。 うんえー、そのましというか、ブラックは50年間新しい家が増えることなくて、うんうんえっと、50年ぶりに増えたのが岐阜の家だった。うんえー、よそ者扱いされなかったのは岐阜の生まれ故郷だし、苗字も50軒の集落で、みんな苗字が同じだから、よそ者扱いには全くなかったのよ。ところが生活スタイルは都会人だから、夜電気が12時、1時まで明かりがついている。えー、それだけでもブラックでは びっくりされるんだ。なるほどですね。うん。うん。で、そこに結婚を前提として、初めてのパートナーと私が行ったときは見知ら、ね、見知らぬ若いカップルが来た。てか、てか、もう用もないのに、え縁側からですね、縁側からとか、家に来るのよ。そこの部落の人には、宇宙人レベルのカップルに見えたと読むということ。なるほどですね。 それだから昔からずっと住んでいる部落に溶き込むには時間がかかるよ。多分10年から20年は楽にかかると思うよ。うん、東京や大阪は利益が激しく、低重差、3世代以上がいない、少ないから逆に暮らしやすいと思うね。うんえー、村八部はそこに何年かいてもそぐわないか、悪、えー、過,過去を 悪いい出来事ががあったととか、そういう人が、えー、怒ると思う、うん。思えば村の共同作業に参加をしたいとか親族に罪人家といたとか、うん、何らかの村八分にされる原因があると思うね。あなるほどですね。そういったことがあるんですね。なるほど、うん。なかなか興味深いですね。でも今の時代ってインターネットが普及してきてると思うんでいろいろそのなんかもっと開かれていくのかな というふうにちょっと感じはするんですが、そういうわけにもいかないということでしょうかね。うん。寝る時間までとか結構あ,のあるんですね。なるほど。まあ、あの、す <laughs> ぐ、まあ、側もちょっと注意をしながらっていうことでしょうかね。うん。まあ、在員、あ、そっか。まあ、あの、在任とかね。うん。なるほどですね。まあ、その人の人生とか、まあ、家の、家からどうなってるのかっていうことも、まあ、やっぱり知りたがるということなんでしょうかね。うん。 はい。ということらしいですよ、なんか。うん。なるほど。えー、さらかさん、今日は私も夕飯にうなぎを食べる予定です。ですえー、ベルリが残念ながら売っているところや食べられるところはないのですね。日本で販売しているうなぎが国産か、えー、中国産が大半を占めます。うん。国産のうなぎには、日本うなぎ、えー、中国産のうな、えー、中国産はヨーロッパうなぎという種類です。あ、そうなんですね。 えー、農林水産省は2050年までに養殖うなぎの、えー、治療から養殖をする目標を掲げて、えー、生産コストを引き下げに取り組んでいるそうです。治療の安定供給の実現が鍵となります。ヨーロッパうなぎに関しては、えー、2009年からワシントン条約の規制対象で貿易取引が制限されています。なるほど。ヨーロッパうなぎってのはヨーロッパって名前が付いてるんで、ヨーロッパにいるということなんでしょうかね。うん。でもあんまりベルギーでは見ませんね。うん。 まあ、あったとしても高い。うん。まあ、うなぎに関わらず、いろんな魚、うん、がすごい高いんですよね。なので、あの、そういう感じです。ちなみに、日本人はおそらくですが、まあ、あの、中国産よりも日本産の方が多分、たいえっ、ー、と、欲しいと思うんで、多分日本産の方が安いんでしょうか。あ、高いんでしょうかね。うん。まあ、そんな感じもするんですけどね。まあ、中国産はちょっとなんか信用できないということなのかな。うん。えー、背中屋さんも一人です。 気軽に話しやすいと株ブさんが見られていたということは、イコール信頼されている証ではないかと思います年齢。性別や年代に変わらず、信用できない人に気軽に話しかけることはないと思うんで、やはりその当時の株ブさんも皆さんから見て話しかけやすいと思われていたに違いないと思います。えー、去年春まで毎週土曜日,おの,土曜日のお昼に NHK 総合で放送されていたバラエティ生活,100生活小百科。うん。これ知ってますよ。 えという番組のように四角い二角が,四角い二角が丸く収,ま収めますせというような心意気が岡部さんにもあると感じています。なるほど分かりやすい言葉で説明すると人々,のえ人々の心を柔らかくしてくれるような存在であるということです。余談になりますがえこの番組で長らく司会を務めていた笑福亭二角さんは2021年の 8月17日に亡くなりました。あ、本当ですかえー、残念ですね。84歳でした。えー、小福定位三角さんの人により、えー、番組が終了をした流れ。あ、そうなんですね。この番組すごい好きでした。えー、満載を見ながら法律のことについて学べる番組でしたが、カぶさんは見たことございますかえー、連続テレビ小説を見たことがあるな、あるとなると、無意識に見たことのある可能性が高いと思います。これ僕、無意識に見てましたよ。あのー、 面白かったですね。でもあのね、男性と女性は関西弁でしょうかね。で、なんか話してますけど、必ず反対になりますよね。うん。まあ、多分あれは反対になるように仕組んでると思うんですけどね。 <laughs> あのー、2人のなんか反対派と賛成派の意見が出るかと思うんですが必ずあの男性と女性反対派にな,なりますよねうんねあのー、まあ最後はなんか女性とか男性弁護士が話してねいくということなんで結構真面目笑いつつ真面目な番組だと思いますよねうんあ終わっちゃったんですねでもこの二角さんのねえちょっとしたツッコミなんかにもなんか笑いを取ったりなんかそんな感じ面白かった気がするんですけどねうん すごい懐かしいですね、この番組。うん。そして、日本人の住環境を取り巻く現状として、特に、あの、地方の方に多い話になりますが、先祖から代々の土地を守らないといけないという理由で、引っ越しそのものが難しくて、たとえ差別があったり、不条理な、不分立な掟があったりしても、我慢して、そこで、あの、 生活を継続せざるを得ないケースも日本であるという話を聞いたことがあります、うんえ。昔からずっと農業などで生計を営んできたケースなどはこれに当てはまるかもしれません。しかし日本は、えー、そもそも法治国家であり、法のもとの平等です、うん。優先をするべきは日本国の、えー、憲法や法律となりますえ。これらに抵触するような変な不、えーと不、不分立な、あの、うん。 えー、お聞き手のようなルールを勝手に制定して暗黙の了解で運用することをやめないといけないことですね。ところがこういうことを平気でやっている人は、 日本の法律や社会の決まりすらきちんと理解できていない人も一定数いると思われます。こういう人の中に倫理観などが欠如した方がいて、そういう人がブラックサービスなどを平気で行っている部分もあるのではないかと思っています。話は脱線しますが自転車の、自動車の運転で松本走りや名古屋走りなどのご当地ルールがあるのもこれと少し似ている理由があるかもしれません。本来優先するべき道路交通法という法律ですが、勝手に不分立な ル、えー、ルールを作っていいいるる節があるのではないかと思います、うんえー、これからの日本社会はこういう問題を真剣に改革させていく必要があると思いますということですね。まあ、多分こういうなんかあの風習とか慣習っていうのは法律ができる前からずっと続いていたことでむしろ彼らにとってはあの自分たちは正しいんだっていうことなんでしょうかね。まあ、正しいのに勝手に日本政府は決めてしまったというような気もするんですよね。 うんまあ、極端な話かもしれませんけど、まあ、チベットとかあのあの中国,の,方ち中国の,あの村ありますよね。っていうのは、まあ、どなんかあの中国の政府が決めたとしても、彼だって多分なかなかその決めたものにこうなんだろう守っていかないっていうのあると思うんですよ。まあ、それとは日本は違うと思うんですけども。うん、なので まあ、あのやっぱりその村の一部だったりとかって、まあ、多分法律ができる前から多分そういった様式が続けてたんで、なかなかなんであの変えてんだよっていう、まあ、変えたとしては我々はあの、ね、あのこういう風にしていくんだっていう感じで、もうな,な,なんか、あのもう地理をなじんでるのかなっていう気がする,気がするんですよね。うん、なので、まあ、なかなかね、ちょっと難しいかと思うんですけどもね。うん なこういうルールね。うん。こういうルールってのは法律違反になるんでしょうかね村八部ってね。村八部っていうのは法律違反になるのかなところで。ね、それはちょっと気になりますね。これは裁判とか起こしたら勝てるんでしょうかねそんな気もしますね。なんかね。うん。ちなみにそういった事例ってあるんでしょうかねなんか。うん。村八部って法律違反になるんでしょうかねなんか。うん。そこら辺が気になりました。 サラカいさん、ベルギーで売っているバナナはエクアドルさんが多いのですね。えー、ちなみに、もぐもぐタイムという言葉は、えー、東京オリンピックにおいてカーリング日本代表が活躍、えー、した時に流行語のような言葉にもなりましたよ。日本のニュースではこの頃かなり話題になりました。具体的にどのような光景のことを指すか意味がわからない場合は、ぜひ検索をしてみてください、えー。動画などで見たらどんな意味か わかるかと思います。今回、バナナを食べている光景も、もぐもぐタイムに似てました。ああ、ちょっと見てみますね。なるほど。そういうことあったんですね。うん。えー、これは僕の陸上フィギュアの時のね、バナナでした。バナナでしたけど。バナナはね、本当に、えー、ちょっとした、まあ、軽い食べ物なんです。軽いんですけど、 あの、お腹に入れるには、まあ、あのー、やっぱ多すぎちゃうと、なかなかね、うん、いけないんですが、バナナはあんまり多すぎずにエネルギーを補給できるんで、非常にいいなと思います。で、エクアドルさんのバナナが多いと思うんですが、まあ、ちょっと確信はないんで、まあ、多分ですけどもね、ベルディのバナナが、うん。マルディンさんも言ったです。えー、カブ君我は海の子、愛を持って作成しているカブ君へ、一曲プレゼントするよ。ほう。 何でしょうかね恋は水色、青い海と水色の海が愛し合って一つに結ばれる、え海と空、えー、空に浮かぶ雲なんだろうけど、えー、が大好きな歌舞くんう君、ん。今回の陸上フィリピで愛を持って作っているって聞いて思いついた曲が恋は水色水色でした。なるほど恋は水色は放題で、えー、元の歌は フレンチボップスで50年くらい、いや、もっと前だったかもか。カバー曲でいろんな日本人歌手が歌ってました。うん。あっちち、あっちち、恋をしてるんだろうか。もう、原曲はリッキー・マーティンで、日本人でカバー曲がヒットしたのがゴー・ろみミさんでした。うん。で、我は海の子の陸上フィリア愛を感じながら、毎日海を見ながら作るんだから、いい作品ができるよ、きっとね。うん。でもね、9月からアイスリンク、また滑れるの、あ、そう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 。 あまあ、い,いか。うん。やっぱり、カブくんのフィギュアスケートが見たいよ。t アイスの YouTube でチラッと見える。素顔の大変ちゃん。スケートリンクでカブくんが会えた時ののお顔だからさ、思い出して。カブくんのアイススケートがより見たくなったよ。いや本当ですかいやー、でもね、スケートね、したいですよ。普通に。普通にしたい。普通にしたいですね。うん。 うんでもた、たぶんね、9月からね、スケートリンク再開しないっぽいですね。てかね、たぶ再開しないんじゃないかなっていう噂すら流れてますねうん。っていうのも、本当にね、お金がないらしいですよ。本当に。うん、だから、今、あの、メキルンのリンクっていうのは、あの、なんだっけ、ローラースケートになってるんですけども、あれがちょっと本当に、えっと、リンクが再開するのかっていうところが、まあ、あの表情の交流リンクなのかっていうのが、 ちょっと分かってこないんですよね。っていうのも、あの、氷のリンクから普通のそのアイス、あの、ローラースケートのリンクにするにもお金かかりますよね。だから、結構それ、あの、手こずってるっぽくて、どうなっちゃうのかなっていう感じですね。行くんだったら、やっぱあの、アントワープだったりとか、あと冬に、ま、ントのところにもリンクあるんで、まあ、そこに行ったりとかかな。 なので、まあ、ちょっとまだ予定はないんですけども、うん、まあ、最近ね、あの、三浦香織くんの美女と野獣を見すぎて、うん、あと、佐藤俊くんの、えっと、なんだっけ、えー、リブタ単語が、あれ本当に見すぎてですね、ちょっとなんか、やりたくなってきましたね。確かスケートを、あのしたく、したくなってきたなって思います。うん。あの、スケートの再開は全然可能性としてはあり得ますね。まあ、試合に出るか出ないかは、 ちょっとわかんないなぁ。でも出るんだったら、もうちょっとこう、なんだろう、あのー、子供たちがやってるような試合に出たいですね。うん。うん。まあ、そのためには練習がかなり必要なんですけども。え、ゆうのやさん、よろしくお願いいたします。えー、かさん、えー、1ヶ月に2回の満月は、えー、約2年,2年半に1度の割合で見られるそうですよ。それに、今年はスーパームーンと重なってるみたいです。うん。うん で、逆に地球から見て一番小さく、えー、見えるマンゲスのことをマイクロムーンと呼ぶそうですよ。月光浴したいですね。うん。なるほど。月光浴ね。月光浴っていうのは、これは、なんか、スピリチュアル的にいい気もしますね。なんかね。うん。月光浴は、なんか、なんだろう。なんか、あの、なんか、なんて言うんでしょうかね。うん。なんか吸い込まれそうな気がしてきますね。なんかね。うん。 えー、かさん、雷が鳴らなかったんですね。あ、そう、鳴らなかったんですよね。えー、かさん的には残念ですね。海がちょっとグリーンがかっていて、綺麗です。えー、カモメはゴミに誘われてきたんですね。そこはゴミ置き場なんですかきっとお腹が減ってるんですね。えー、カモメももそばで見る結構大きいですね。えー、カモメも、カモメも大変ですね。うん。まあ、喧嘩してましたからね。鳥でになってましたもんね。うん。まあ、そこは、ま、ゴミ置き場ではないんですけども、またレストランの残骸を引っ張り出してきたんじゃないかな。 大変ですよね、本当とに。鳥たちも、まあほんと大変。でも、カムエって死んでる姿を見たことないですね、そういえば。うん。ハトとか、ハトとか、あのー、は、僕は死んでる姿を見たことあるんですけど、カムエって死んでる姿、人生で一度も見たことないですね、僕。うん。なんでだでも死にますよね、カムエカムエも必ず死ぬと思うんですよね。あれは海で死んでるんでしょうかね。 あの一,度一度もね、僕はカムイメが死んでる姿を見たことがない。うん。どこに行ってるどこで死んでるんですかね気になりました、今。うん。もしかして、仲間によって死んだらすぐに食われちゃってるんですかねそういうことなのかなうん。はい。では、ありがとうございました。